このアキラちゃんっていうのは私のことですが 私の、父方の祖母は4人の子供に恵まれ、豊かな家族を生きたわけですけれども、老後は非常に寂しい生活を余儀なくされて、広い実家に、たった一人で、誰も息子娘は面倒を見ずに、ヘルパーさんの助けを借りて一人で生きていました。で、中学生になった私は、このおばあちゃんのところに親に内緒で、バスに乗って50分ぐらい揺られて会いに行くわけです。なぜ会いに行ったのか、またそれ後で言いますが、そうするとおばあちゃんは「死にて」って言うんですね。殺してくれ、死にて、私に言い続けます。私は母方の祖母が亡くなった時、肺がんで亡くなったんですが、その最後を、最後の臨終の場、臨床を看取る、そのことを、祖父や叔父がやっているその場に私もいました。小学生の時でした。父親は子供にこんな辛い場面を見せたらあかんと言って、私を病室から連れ出して家まで連れて帰ったわけですね。その時の父の私への愛情を私は忘れるわけではありませんけれども、その時祖母を看取りたいという私の思いが切断されたわけです。で、そのこともあって、この一人で暮らしているおばあちゃん、お父さん見なくていいのってと、父親は、次男はそんなことをせんでもええねんというふうに言うわけ。それで私は一人で会いに行ったわけです。するとこの声に出会いました。で、私はもうなすすべもなく、命がけでこの語りを聞くことはできませんでした。ただその場に身を置いていただけでしたが、その時のそのことが、先ほどのルワンダのその女性の女の子の少女の語りを聞いて、お母さん、私は何のために生まれてきたのという語りを聞いて、ふっと思い出されて、いろんなことが私の中で像を結びました。中学生の時、高度経済成長時代を生きていた私が、どうして健康な体が蝕まれるような水俣病という病がこの世にあるのか、とてもそれが不思議で、この病気に見入られた時代がありました。自分の人生の半生をハンセン病の治療に注いだ神谷美恵子さんの、その生きると著作に、どうしてここまで心揺さぶられるんだろうか。ある私のところに通ってこられた人の、教えられて、国立ハンセン病資料館というところを、東京の武蔵野にありますが、訪れた時にたまたまやってた企画展で、関わらなければ路傍の人という表現で、社会と断絶されて療養院で生涯を送ることになったあるハンセン病を生きた当和子さんという女性の死に、どうして私はここまで心惹かれてしまうんだろうか。カソリックの修道女として、作家として、祈りということを徹底的に人生をかけて探求した高橋たか子の語り、小説に、どうして自分はこれほど強い影響を受けるんだろうか。高橋たか子は京大に仏文を出ていますね。で、ロサンゼルスで分析を受けた時に、私は行ったこともないかの地のポーランドの南西の外れにあるアウシュビッツというところの、この引き込み線のところで叫んでいる自分の夢を見て、そしてその夢をきっかけに誘われるようにアウシュビッツを訪れるということになりました。どうして自分はわざわざそういうところに行くんだろうか。江戸末期から明治初めにかけて、キリシタン弾圧があった時代、
殉教という形で亡くなっていった人ではなく、転ぶという表現、帰郷という形で人生を生きた、まあ、キリスト者に遠藤周作は弱き者というふうに表現していますが、を主人公としたこの小説がなぜこんなに長い間自分の心を締め付けるんだろうかというようなことが、そして今私はこの4月からボストンに行って、アーサー・クライマンという先生と共に多くのことを研究しようと思っていますが、彼の地の人が苦しんでいるその苦しみへの責任という、まあ、ソーシャルサファリング、そういうことになぜ私の心が惹かれていくんだろうかということが一気に像を結んだ感じがしました。お母さん、私は何のために生まれてきたの。この語りは暴力の中にあって最後の最後まで生きることの意味を問い続けた。で、像を結んだ結果生まれてきた言葉は、私の臨床の原点にあるのは、生きるとはどういうことなんだろう、それからどうも私は遠藤周作の言葉を借りれば、弱き者への畏敬の念というのがどこかにあるような思いがします。それから死ですね、そして命で、これらの言葉を単語をどのようにつなぐと私の臨床の物語が現れ出てくるんだろうかということを随分考えました。で、人に出会い、出会いを生きると申しましたが、これは別に何も私が望んだことでも何でもありません。出会おうと思って出会ったわけでもなく、生きようと思って生きたわけでもなく、あらゆることは、これはこの前お出会いさせていただいた鈴木秀子先生という方の言葉なんですが、海藤さん、それは全て何らかの計らいのもとにあったことなんだよっていうふうにおっしゃられました。で、私はそういう30年を生きたプロセスを、例えば精神科医の松本正彦先生は64歳の時、ご自分のお仕事の精神医療の中で出会う人たちのことを心病む人たちと言って、患者とは言わない。心理療法科の河合駿先生は38歳の時、ユング心理学入門の中で自分のお仕事を目の前に座る人のことをクライアントと呼ばない、一人の悲しい人間と言います。そのことの、この二人の臨床家の思想が染み入るように伝わってくる思いがしました。この河合駿先生の一人の悲しい人間と表現する、この悲しいという、そのことに彼が抱いた思想は、私なりに思うことを後々少し述べたいと思いますが、